クイックでしっかりと入れるパスを出せるとそのメリットが大きくなると思います。なるほど、よりメリットが大きくなってくる、はい、このスパイクは入っています。二川のポイントです。山田が下がってもこの二川がフロントロー。そうですね、この二川選手はコース打ちが非常にうまいですね。ストレートもクロスも中途半端なところではなくしっかり際どいコース